はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画もですね、ちょっとチャレンジメニューの動画となっておりまして、本日はこちらの山梨県におりまして、もうね、メニューの方は目の前に来てるんですが、やばいよねめっちゃ映えるよね。今回ね、挑むのがこのめちゃめちゃでかいつけうどんなんですけど、総重量は不明ですが、じゃあね、麺だけで約12人前あるらしいんですよ。で、改めてちょっとルール説明なんですけれども、このうどんを、まあ、完食をした場合、成功の場合が無料で、失敗の場合が4500円のお支払いとなっておりまして、制限時間ね、60分となっております。残っちゃった場合はね、お持ち帰りとかもできるみたいなんで、これね、興味がある方はね、ぜひチャレンジしに来てください。ここで皆様にご連絡でございます。最近ね、チャレンジメニューをやると、以前のように無編集とかガチガチのね、チャレンジ風景が見たいというコメントを多数いただきまして、今回チャレンジしたメニューがまあめちゃめちゃえぐい、もうめちゃめちゃえぐいチャレンジだったんですよ。なので、せっかくのこの機会、久々にノーカット、ノー編集のチャレンジメニューをお届けしたいと思います。動画の時間を見ていただくと分かる通り、めちゃくちゃ長いチャレンジメニューとなっておりますので、皆様ね、ぜひ早送りやもうコマ送り、好きなようにしていただいて、見たいところだけを抜粋して、このチャレンジメニューの動画で、ね、拝見していただけると幸いでございます。吉田のメガ富士山うどん、はい、60分一本勝負、はい、用意スタート。はい、それで、ああ、いただきます。これは漬け汁、あ、冷たいのと温かいのと漬け汁は2種類あるみたいです。今触って知りましたとりあえず揚げ物から攻めていきますちょっとちくわ天と、よっ、うん、うまっ。揚げ物うめ。今日一食目で、あ、そうなんですね。めちゃめちゃうまいです。吉田のうどんで入っているトッピングを全部、はい、うん、はい、なんだ、あ、これうまっ。嬉しい。冷めちゃうともったいないなと思って、あの揚げ物ね、先に食べてるんですけど、後にも取っときたいぐらいめちゃめちゃうまいです、トッピングは。うん、はい、うん、これ盛り付けするのものすごく大変ですよね大変です。大変です。いや、そうっすよねすっげえ綺麗なんですよ、ちゃんとした富士山、マジの富士山盛り付けするのに30分ぐらいかかりますね。そうですね、盛り付け30分。いや、なんかもう忙しいところすいません、なんかうん、よっ、ちょっとこれ早速、もったいないんですけど富士山を崩していこうと思います。よっ、おっボコって取れたけど、あ、なんかうどんだけじゃないですね、お肉とかも入ってるんだ。これ入れたらやばいから、ちょっとかけていこう。食べ方がむずいな、これ。ダメだ
全然ほじくり出せない。マジか、密度すげえぞこれ。え、うどん、え、こんな太いんすか。茹で上がり 1.2 センチです。1.2 センチ、はい、タピオカ粉が入ってます。めちゃめちゃ太いじゃないですか。多分吉田のうどん史上一番太いと思います。僕の知ってるうどんではないですね。でもその太さが美味しいんです。いやー、これうまそう。いただきます。ん、あー、もっくもっくタピオカがやっぱりいい仕事をしました。だから本当にあのすすれないぐらいすごい。あ、これ顎やばいかもしれない。うん、この太さのタピオカ粉はやばい。やばいやばい、後で膨れてくると思う、うん、絶対後半お腹の中で膨れますね。やっぱ時間勝負です。60分なんか使ってたら死んじゃうなこれ。でも吉田のうどんって本当はもっと硬いんですよ。あ、お値段がですか。いや、もっと硬い。あ、もっと硬い、うん、もっともっと硬い、ね、これよりもう本当にガッチガチのゴリゴリのやつが多くて、どうしても何だろう、初心者にも食べやすいね、うんうん、やっぱ食べてもらいたいっていうのもあって今回開発して出してます。だってこれでも多分十分、はい、女性だったら2本すすれないですよ。本当に30分。これでもこの麺であの煮込みうどんとか冬やってもうまそうっすね。間違いないです、うん、間違いないです。締めてもうまいけどオンでも絶対うまい。うん、やっばっ、これなんだったらこう箸いっぱいまで麺掴む僕ですけど、3本が限界。スープ交換できますので。あ、わかりました。ちょっとごめん、手でごめんね。あ、待って、これほじればほじるほど思ったよりもやっぱ麺が量すごいですね。よいしょ。お出汁と薄めのお味噌というかそんな感じのベースなんですかね。そうですね、あの鰹出汁と、うん、出汁で出汁を取って味噌で
うん、なんかもんとゴンブトのなんてほうとうじゃないですけどそんな感覚のこっちのつけ汁は全然ガラッとイメージ変わりますけど硬さはね変わらない。重すぎて麺が。顎これやばいですね。いやこれすっげえ。これ普通の人だとやっぱ一人前とか大盛りとかでもまあ十分顎疲れますよね多分。そうです。これ12人前だからって皆さん。タピオカうどんの、はい、え、これ何ですか？これで売ってるか。そうです。タピオカですね、見た目。確かにあのこんだけ硬くてもタピオカ粉入ってるんで、硬いだけじゃなくてもちもちっとした食感はちゃんと残ってるんですね。波盛りで食いてぇなこんなのしか進まないです麺が全然入ってこない。そうなんですよ。吉田の丼ってそこがね特徴なんですよね、うん、麺が落ちた。うん、具材完食は全部なんでね、自分で落としたのもちゃんと食べます。すごいね、進めるな。気
吸引力が半端ない。肺が疲れた。うん。そうですね。香辛越は麺より多いですね。でも吉田のうどんは今県内で野村のかなりありますね。かなり多いですね。みんなそれぞれ特色があって。じゃあ本当ブランドになってるんですね、この時代が。吉田のうどんっていうブランドになってますね。ああ、すごいですね。うん、うわうわ、満腹感との戦いじゃないわ。時間的にもね、あの間に合うか分からんわ。本当だったらあのこうなんていうんですかね、こう吸うんじゃなくてこう箸で持ってくるだけですもん、普通の方だったら多分。しかも1本ずつですみんな。あんないっぺんにね。出汁がうまいっすね。どこまでうどんが敷き詰まってるのかわからないんで。恐怖なんですよね。そこまで全部うどんだったらやべえなとかいろいろいろんなこと今考えながら食べてるんですけど。うん、でもこれ焼きうどんとかにもしてみたいしね。うまそう。両方やったんですけど、うまいっす。うまそう。焼き鳥込みはね、本当美味しかったっす。食いて焼きだとまたちょっと違って表面が溶けて甘くなったりとかして、やっぱね、吉田のうどんは麺の粉の美味しさを食べるっていう。うん、いやこれ一回今話しててちょっと今現実逃避したんですけど、パッとこっち戻ってくるとなんかあっうわそうだなと思う。うん、なんか生まれましたけど。生まれました。何これ、何話ぐらい生まれましたか。待って、あのもう見えないとこまでいるんですけど。え、何話いんのこれ、やばいやばい。これシークレット味玉。はい、全部で10話おります。 10? それでもね、美味しいんで食べてください。
単位がおかしいでしょ。あ、でもうまいすっごいトロトロの半熟だから、これだったら余裕かも。飲み物、うん、サプライズっていうか、むしろプレゼントぐらいな感じで嬉しい感じです。だから、10個分麺がないんで、ここに麺よりは、こっちの方が楽かも。すごい。僕もよく動画の中でもコメント欄でダイソンとかやりますけど、これダイソンでも勝てないですね、この吸引力が。足りないまだ全然。うん。もう吸引力が衰えてきて、すすれない。あ、でも思いっきり吸うから無駄に空気がお腹の中に入っちゃって、結構苦しくなるかもしれないですね、食ってる量よりも。確かにこれ進めない方がいいかもしれない。もうそろそろおつゆ薄くなったら交換できますので。あ、はい、新しいの言ってください。卵減らない。よかった、もうそこだ。よかった、マジサプライズあるかと思った。でも実際ラーメンとかだとこう使ってて伸びちゃうじゃないですか。はいはいはい。そういうのと比べるとどうなんですか。あ、でも確かに、まあ、でもこの麺だと使ってても伸びないですね、きっと。まあ食べにくいというか、どうだろうな、食べにくさって言ったらやっぱ伸びてるやつの方がやっぱり食べにくいかもしれないですね。どうせもう最後すすれなくてレンゲだけになったりとかするので、スープ飲まなくていいところでも結局もうほぼ汁なしになっちゃうんで、そこだ、こっちの方が楽といえば楽かもしれないです。
く麺だけ先行していこう。まだ30分残ってます。まだ30分以上残ってます。なんかどうなんだ、まだこの大根の感じとかも未知数すぎて、本当30分足りるのか足りないのかっていうのもちょっとわからないところなんですけど、それが短いのかどうなのかっていう。でもうどんこれで、あ、なくなったかも。あ、あ、これだか。すごい。これ最後かな、多分。すごい。うん。美味しそうで食べたくない。で、これあの、うどん終わっても結構このキャベツ、顎使いますね。マックさん、辛いのいけるんですよ。まあ、そうなんですね。うちのカレー辛いかったけど、全然平気。あのカレー3分かかる。あの辛いカレー3分。すごくないんじゃないけど。一口目食った時、ビビりましたもん。想像と違うカレーだと思って、めっちゃ辛いと思ってる。見た目に反して。顎がスパイスする。薬味忘れてた。天かすちょっと使おう。ずっとあの揚げ感というか一個もなかったので最初食べたから天かすも麺に合うな。合うんですよ。うん、あ、でも大丈夫。大丈夫ですか。うん。これで、これ入るか、麺が。すごい。うん。すごい。一体どう食べようかな。出てもあれだしな。かけちゃおうかな。やっぱあのさすがにつゆ一杯飲むと塩分が強すぎて満腹感が来ちゃうので、ちょっと節制を節煙っていうんですかねをしながら。あ、よかった、でも30分切ってんだ。やっぱり麺いるじゃん。まだいた。うん、あ、これ
こっから結構きついかもな。こっちの方が顎使うかも。キャベツ結構硬いっすか、ね、いや、やっぱり僕らも大口なんで、まとめて入れちゃうとやっぱ柔らかいキャベツなんですけど、うっ、ん、詰まってるね、あのほぐすとどん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 お野菜たちがカメラで見ても増えてます、ね、具が食べてるはずなんですけどちょっとずつ増えてるっていう。うどん終わったから気抜いてましたけどまさかの副兵たちが野菜たちが野菜たちがでもそこ見えてきましたね。そうですね、だいぶやっぱお水が毒々しいですね、なんかそこはお野菜の水分が入ってくると、そうですね、お腹の中でそのうどんが膨らんでる感覚がわかりますね。どんどんこうぐーって一気にやっぱ
満腹感もきますね。うん、うわ、舐めてた。うどんの時楽そうな気がしたんですけど。野菜も案外入ってますもんね。案外って方はこれめちゃくちゃ入ってますよね。もう野菜めちゃめちゃ入ってますよこれ。吉田の動画キャベツがメインなので、絶対キャベツが入るんですよね。確かにあのうどんの甘みだけじゃなくてこうお野菜の甘みがあるともっとね、こう美味しく感じますね。そうですね。あ、いっぱい話して気紛らわしてるけどな。しんどいもんはしんどいな。野菜移ってから8分ぐらい経ってますけど、なんか思った以上に進まないですね。ギュってなってるから、崩せば崩すほど増える。どんどん。あ、でもこれ不意に入ってくるそのトッピングのお肉がいい味出してますね、これ。あ、そうですか。うどんと一緒に食うんだったら。ちょうどいい感じに詰まってるんで、あのお味噌汁感覚。ねえ。すりだねも美味しいので、もしよければ。あ、辛みのやつですか。しっかり聞いてますか。思った以上に辛かったな、これ。
あでもかあおえ辛っ想像以上に辛いびっくりしちゃった。でも辛みの後に甘みちょっとだけくるんですね、ふわっと。で香りもいいし。いやでもそう、そのすりだねを買いにわざわざ来る人、あーもうこれだけのために。でもよっぽどあの自宅で使ってるような七味とか一味とかに比べたらもう全然うまみが違いますね、やっぱり。いや野菜結構きつそうですね。マジ減らないっすね。あ、でも、うん、すりだんに入れるとより野菜甘く感じるかもしれないですね。あ、うまっこれ。ポン酢とこのすりだねで、あのサラダとか食ったら超うまそうですね。間違いまあそう。すりだねでちょっと元気出たかも。うん、お後うまっ。甘くてうまい。オアシスです。うん、心が
折れそう。折れもううどんなくなってから15分ぐらい戦ってますけど半分なくなってない気がする。いや、絶対にそうですよ。どうですかね、これ大事になってます。映像で見るキャベツが大体一玉ぐらい。一玉大根がおろしで水分切って大体 2.5 本ぐらい。 2.5 本 ?2.5 本大根おろし 2.5 本この水分がほとんどなんで大根水分相当水分もう1年以上分の大根おろしを今日ここで食べてますね僕は。あ、絶対あそこ気に入ってない。顎に来るやつ、うん、顎が気に入ってってあるんですね。うん、なりますね。多分これになると思います、絶対。顎を開けるのが大変になるやつ。もう痛いってなる。うわ、めっちゃ悔しいな。全然お腹いっぱいじゃないのにな。全然進んでいかない。
際どい。10分か。辛そうだ、ああ心が折れそう。
わあ、めちゃめちゃきついなこれ。うん、卵はラストですか。卵ラストですね。いや、意外にお腹もくるなこれ。どんどんやっぱ膨らんでいく、どんどん膨らみますね。残り1分です。残り10秒です。いや、きつい、これ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いったな、ダメ。でも、やっぱり下げですね。いや、下げやばい、これ。はい、ということで、例えばね、チャレンジの方が終了しまして、結果としてはね、ちょっとお野菜が間に合わなかったっすね。もうね、顎がジンジンしております。こうやってね、喋れるぐらいお腹には余裕が全然まだまだあるんですけれども、いかんせんね、もう仮面。それでね、ちょっと間に合わなかったりもしちゃったりして、まあ結果的にはね、失敗って形だったんですけれども、前半喋ってなかったとしても多分ね、無理だったと思うな。結果的には全力、本当の全力出してもクリアできるかどうだろうっていうレベルの、もう超高難易度、超高難易度のうどんメニューになりますんで、まあ、ぜひね、皆さん気になる方は、この吉田のうどんのね、このチャレンジメニューですね、食べてみてはいかがでしょうか。もうぜひね、こういった方、チャレンジメニューにはなるんですけれども、まあ、シェアの方もできたりはするらしいので、ご家族とかでね、こう楽しんで食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。で、ただね、これ作るのがすごく時間かかったりするので、3日前までの要予約制となっておりますので、そのあたりをね、お気をつけください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。いやー、もう顎が限界でございます。ぜひね、大食いの方々、このメニューに挑戦してね、クリア者がいち早く出ることを僕も祈っております。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあね。疲労感がすごいですね。疲労感がすごいですね。
なんかすごいな。